はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、是非献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、このよりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、入院というものはお金がかかります。それはもう当然のことなんですけどもね、金額は病院によって違いがあるんですけども、まあ、1日あたりかかる値段がいくらか、朝昼晩の病院食でいくらか、ベッド代、シーズ代、そして治療費が退院すると会計事務局が計算してくれてですね、請求されるという仕組みになっているようです。僕は10ヶ月という長い期間入院してましたので、それなりに請求額は高額になりました。とは言っても一括請求ではなくて、1ヶ月に1回の請求でした。なので10ヶ月間に発行された請求書と明細書と領収書はものすごい枚数になってました。そして今日のお話はですね、その10ヶ月間に発行された請求書と明細書と領収書に関するお話です。僕は今入院してからお仕事をお休みさせてもらってますけども、今でも美容室の社員の一員としていさせてもらってます。なので僕は社員の一員なので、美容師の国民健康保険組合に加入しています。そこの国民健康保険組合から高額療養費制度を受けることができてますので、所得に応じての限度額内での医療費の支払い額が決まっております。そしてそれに関して加入してます国民健康保険組合から電話でのお知らせがありました。その内容というのがですね、高額療養費制度だけではなく、入院中の医療費と骨髄移植の時に発生した骨髄液の運搬費に対して助成金っていうんですかね、還付金、給付金、まあなんか返ってくるお金がある可能性がありますよっていうお知らせがありまして、必要書類に必要事項と振込先口座を記入してですね、骨髄移植の骨髄液の運搬費の領収書の原本、入院中の治療費の領収書のコピーを同じ封筒に入れて送ってくださいと言われました。なので僕は、ああ、領収書のコピーして書類書いたらお金返ってくるのねと話の内容を分かったつもりで、領収書をコピーして書類を書いて封筒に入れて送りました。そしたら国民健康保険組合から電話がかかってきまして、何月から何月分の領収書のコピーと骨髄移植の骨髄液の運搬費の原本が同封されてませんでしたので、もう一度送ってもらえませんかと言われてしまいました。僕はしっかりと内容を理解したつもりで言いましたので、最初は何のこっちゃ分かりませんでした。そして足りないと言われた書類をコピーしてもう一度送りました。するとまた電話かかってきたんですよ。今度は骨髄移植の骨髄液の運搬費の原本が同封されてませんと言われました。僕はちゃんと送りましたよって言ったんですけど、担当の職員さんはね、もう仕訳なさそうにですね、いやコピーだったんですよと言われてですね、僕はもう慌てて謝り倒しました。あ、ごめんなさいごめんなさい、ほんまにすいませんと謝った後に、骨髄移植の骨髄液の運搬費の原本を探しました。しかし見つからなかったんです。いくら探しても見つからないんです。よく言いますよね、探してる時は見つからないって。でも本当になかったんですよ。そこで僕は考えました。そして考えまくった結果、こんな答えにたどり着きました。奥さんが銀行振り込みで支払いを済ませてくれたんちゃうかなって。そしたら病院からの領収書じゃなくて ATM から出てくるペラペラのこれぐらいのご利用明細書しかないはずやってね。ということはですよ、今度の通院の時に書類作成依頼窓口で再発行してもらわなあかんのですよね。でもね、発行されてない可能性がある書類をですよ、再発行してもらわんとなったら、なんか意味合いが違ってくるんちゃうかなってね、一人でこうモヤモヤしてます。まあでもとりあえず今度の通院の日に問い合わせてみて発行してもらうようにしますっていう話でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。